国鉄キハ183系機動車、クリスタルエクスプレストマムサホロクリスタルエクスプレストマムサホロクリスタルエクスプレストマム,サホ,トマムサホロは、北海道旅客鉄道が1989年12月から2019年9月まで運用していた鉄道車両で、ジョイフルトレインと呼ばれる車両の一種である。機能的にはキハ183系に属し、5100番台を、 称する。JR 北海道が団体臨時列車用として企画したリゾート列車の一つで、赤昌線方面への観光輸送を主目的として自社の内部工場で設計、制作された。同社保有の機動車ジョイフルトレインとしては5番目の編成である。走行装置はニセコエクスプレスと同様に n n 1 8 3系に準じた仕様で最高速度は 時速 120km である。走行用機関をキハ183型に2機、キハ182型に走行用機関1機と、電源用機関1機を搭載する。台車も同様のボルスタレス式で、動力台車は一軸駆動の DT53, 付随台車は TR239 である。 ブレーキ装置は自動空気ブレーキであるが運転席が2階に移ったことにより空気配管を省略するためブレーキハンドルは縦軸式の設定機となっている。1990年度の通商産業省グッドデザイン商品に選定されている。運用開始から30年が経過し車両の老朽化が目立ってきたことから2019年9月29日の 札幌駅フラノ駅間の往復運行をもって引退。同年11月30日付で廃車された。翌2020年5月からは内部工場と五稜郭車両所で車両の解体が開始された。現在は札幌市東区の内部にある北海道鉄道技術館において側面マークと3号車個室のドアのみ保存されている。3両時代。 全面展望を設計コンセプトの主軸とし、内装はハイデッカー構造や展望車が中心となっている。座席はバケットタイプのリクライニングシートで、シートピッチは 960mm である。当初は3両編成で登場したが、翌1990年12月にダブルデッカー車両のキサロハ 182E-5101 を増結し、4両編成となった。 登場当時、車内には、荷物室、スキー室、インフォメーションボード、マルチチャンネル AV などの設備を備えていた。運行開始時より、季節ごとの臨時列車に使用されている。臨時特急、トマムサホロスキーエクスプレスの運用を、主とし、2000年代以降は、フラノラベンダーエクスプレス、その他他客機の臨時特急、トカチなどにも用いられた。 2013年冬から2014年7月末までエンジントラブルにより北斗のキハ183系が長期に運休となっていたため代替車両として運転された1990年代の夏季札幌オタル間で夕方から夜間に1往復運転された臨時特急列車全車指定席途中停車駅はことに手稲南オタルかつては トマムサホロへ向かう、臨時特急列車として運転された。2019年のラストランでは、札幌フラノ間で運転された。1994年6から9月、リゾート北海道北見号として新千歳空港、北見間リゾート北海道を釧路号として、ルベシベ釧路間リゾート北海道札幌号として、釧路札幌間を走行した。停車駅は、以下の通り、 なお、一部の日では、ニセコエクスプレス車両で運用された。リゾート北海道北見、新地とセク駅南地と駅札幌駅、岩見沢駅滝川駅旭川駅上川駅、遠軽駅ルベシベ駅北見駅リゾート北海道、釧路、ルベシベ駅北見駅矢走駅、厳正花園駅車里駅川井温泉駅、マシュ駅釧路出現駅。 釧路駅リゾート北海道札幌、釧路駅池田駅帯広駅新徳駅、南千歳駅札幌駅2011年2012年7から8月の土日宿、新緑のかな、山子、映画、鉄道院の舞台を訪ねる列車として、フラの新徳館を1日1往復運行した快速列車。全車自由席。途中停車駅はイクトラ。ありがとうございます。